なんか怖い番組って見たくなっちゃうんですよね。そう見たくなっちゃう。でもねもうね見ないようにしてます極力。もう絶対に夜寝れなくなるからもう見ないようにしてる。でもなんかついてたらなんかね見たくなっちゃう。そうなんかそういうのあるよね。ありますよね。なんか怖いもの見たさというかさあるよね。はい、ちゅうわけでどうしよう、もう早いかしら。もう開ける？早い？どうしよう。じゃあちょっと昨日の公演の話しよっか。まずは昨日はサムネイル公演でございました。で昨日はねなんだっけ何を言おうとした、あ、思い出した。昨日はそのカレンちゃんと初めて同じ公演に、カレンちゃんとサムネイル公演一緒に出るのは初めてでした。そう、でなんか、昨日髪型何にした、そうだフィッシュボーンです。そうちょっと髪がちょっとチロチロっと出てるフィッシュボーンにしました。はい、カレンちゃんに何の髪型がいいっつったら、あれにしたらみたいに言われて、あ、ま、あ、今日はやんないけどちょっと参考にしとくわって言いました。今後の参考に。そう、まあでもほんとね、私はもう私8割は8割ハーフアップ1割ポニーテール1割フィッシュボーンなんで、もう髪型がもうその3種類ぐらいしかない。申し訳ないけどバリエーションなさすぎ問題。でもそう、私はやっぱストレートが大好きなので、巻き髪も好きですけど、そうストレートが私はとっても大好きなので、ストレートハーフアップが一番好きです。まあ、写真撮るときとかはストレートのおろしがいいんだけど、ライブとかでねストレートおろしにするとね、あれこの話したっけ、昨日カレンちゃんにはしたんだけど、そうライブでさストレートおろしにしちゃうとね、どうしても顔が隠れちゃう可能性が高いんですよ。髪がちょっとぐしゃぐしゃってなって、そうだからだいたいそうライブは私ハーフアップ、ハーフアップにしてるんですよ。ただハーフアップにしたらまず顔が隠れることはありませんから、そう、そうロシにしてるとね髪、私ただでさえもうまとまり良くないのにもっとね変なことになっちゃうから、そう、そうですね、あんまもう私が巻くライブで巻くことはもうそんなにないでしょう。分からんけど、まあ10回に1回ぐらいは巻くかもしれないけど、そう10回に1回ぐらいは巻くかもしれないけど、いやもうちょっと頻度少ないな、15回に1回ぐらいかも。そうね、最後に巻いたのいつなんだろうか、巻き下ろしね、巻き下ろしにしたのいつなんだろうか、もう覚えてないですね。まあ、やっぱ結構なメンバーが巻くからさ、逆にストレートのメンバーってあんまりいないんですよ。そうだから
私はストレートを選んでる。一番レアな髪型はツインテールじゃない、いやハーフアップツインだな、ハーフアップツインが一番レアです、私の中で。もう、まあ、ツインテールも1年に1回やるかやらないかぐらいなんですけど、ハーフアップツインは2年に1回ぐらいかな。それはさすがに言い過ぎだわ。でも1年に1回ぐらい、マジで。あ、昨日劇場行きました。あ、ありがとうございます、嬉しい。そう、昨日ね、あの劇場公演で話したんですけど、まあ最近ランマ2分の1を見てるんですけど、ついに私ランマ2分の1のグッズを買いまして、でもあのちょっと欲しかったランダム系グッズがなかったんで、ちょっとそれはネットで頼もうかなとは思ってるんですけど、そう買いました、グッズを。音のしない拍手。そう、筆箱、何買ったっけ、筆箱とコースターと、あとパソコンケース買いました。そう、ランマの好きなキャラはね、今んとこね、特にこのキャラめっちゃ好きなんですっていうのはないんだけど、まあ強いてあげるならあの子かなっていう感じなんですけど、誰だと思いますか？みんなに質問する。そう、今なんかね、あんまり、あ、でも私まだね、あのまだ割と序盤って言ったら違うけど、18話ぐらいまでしか見れてないからさ、まだあのシャンプーちゃんとか出てきてないんだけど、そう、まあ今の時点であげるのであればあのキャラかなみたいな。そう、あとね1話2話ぐらいでシャンプーちゃん出てくる。そう、誰だと思いますか？めっちゃ猫ちっちゃかったね今。そう、今ランマ2分の1のキャラで誰が好きですかって言われたっていう質問で、特にね今んとこまだあげられん、あのこのキャラが好きっていうのがあんまりあげられないけど、強いて言うならあの子かなーみたいな感じで、なんかぼんやり思ってる子は1人2人1人、どっちだ、微妙だ。微妙だ。まあ一人だな。
じゃあまあそろそろ正解を言おうか。まあ、正解はあかねちゃんなんですけど。そう。まあでもなんかすごいなんかなんて言うんだろう、その私のこれまでのなんかハンターハンターで言ったらゴンとか、カードキャプターで言ったらさくらちゃんとか、あとはまあ夏目友人帳で言ったら夏目くんとか、マギで言ったらアラジンみたいな、もうこのキャラすごい好きなんですみたいなのはないんだけど、そうないんだけど、まあ、強いてあげるならあかねちゃんかなって感じ。そう、まあでも私の好きになるキャラはね、割と王道派、王道派っていうか王道な子がほとんどだと思いますね。まあなんかこれまでのさっきあげたラインナップでもわかると思うけどね、わかんないよ。まあ、あかねちゃんが王道なのかどう、いや、王道だとは別に、王道、まあ、王道って言ったら難しいけど、まあ、大体の人好きになるよね、みたいな。ああ、なるほどね、みたいな。ああ、なるほど、みたいな感じのタイプじゃない?あの、この、私の好きになるキャラってさ。ああ、なるほど、つって。めっちゃ適当な解消して。そう。でもあんまりなんかなんだろう、わかんないけど、すごいめっちゃ人気な、一番人気なキャラを好きになるっていうことはそんなにたくさんはない気がする。わかんないよ、わかんないけど、そうわかんないけど3回言った。うん、でも私結構なんかさくらちゃんで好きなのシャオランだって思われがちなんですよ。シャオランも好きなんだけど、やっぱ一番好きなキャラはさくらちゃんですね。そう、なんかシャオラン好きって思われがち。え、シャオラン好きだと思ってたみたいな。めっちゃ言われることありましたね。そう、意外だったんだけど自分ではあーそうつって、そっかみたいな。だね。あとはどうなんだろうか。まあでも「ハンター×ハンター」でゴン好きって言ったらなんか大抵の人にはキルアじゃないんだって言われますけどね。謎だって謎なんだけど、なんかそう大抵の人はキルアじゃないんだってまず言います。そう、だいたい私ハンターハンターでゴン好きなんですよって言ったらな、7割ぐらいの確率で、あ、キルアじゃないんだって言われますね。そうえーって なるんだけどあ、そうそうですかみたいな感じで、ね、そう、あ、でもあとね
私のこと知ってる人は私暗殺教室でカルマくん好きなんですって言ったら、渚くんじゃないんだ意外って言われます。逆にそう、まあね、カルマくんはめっちゃ人気のキャラですけど、そう言われます、よく言われる。6割ぐらいの確率、6割はそうだな、まあ、7割ぐらいの確率でね言われます、渚じゃないんだって。そう、まあ私比較的さ、可愛いったらね、いろいろあるんだけど、なんかなんて言うんだろうな、難しいんだけど、まあ少年っぽい可愛らしさ思ってるキャラをよく好きになるんだけど、またね、暗殺教室の塩田渚くんはね、彼は別に可愛いキャラではない、見た目はすごいさ、ぶっちゃけ女の子みたいな感じでさ、な感じのキャラなんだけどさ、なんかまた違うんだよなって思って、内面すっげえ可愛いっていう感じではないから、彼はなんかね違うんだよな、また違うキャラなんだよなって思って、まあ、もちろん渚のことも好きですけどね、まあ、好きって言ったらまた違うんだけど、なんかあるじゃん、まあ、難しいな、わかんないな、わからんわ、ちょっと言い方がわからないんだけど、そう、じゃあそろそろ開封するか。じゃあ今日買ったものの紹介と開封をしていきたいと思います。じゃあまずはこれ、シナモロール20周年アクリルスタンド、こちらを今日買いました。そう、私今日ちょっとまあ用事があって外に出てたんですけど、まあ、一応なんかさ、これ一応ファミマ限定とは書いてあるんだけど、売ってる店舗がね限られてるんだけどさ、まあ一応調べたけどなんかないかなって思ったけど、そう、たまたまファミマ見つけて寄ってみたらあったから買いました。シナモンのアクスタ1個ですと、あとこれは別のファミマで見つけたんですけど、ハンターハンターシールウェハース、私お菓子食べないのに買っちゃったよ。だからね、開けお菓子は保存します。ウェハースは保存します。とりあえずまあ開封したら、ね、早めに食べなきゃだから早く家族にあげるんですけど、そう、お菓子をそんなに食べないのに買ってしまった、こちらハンターハンターのウェハースシールがついております。2つ買いました。これはね2つパッケージ違うけど同じ種類は一緒です。はい、じゃあまあ早速シナモンの方からね開けていきたいと思うんですけど、まあ全11種類、まあ全部シナモンなんですけど、まあなんかそのなんだな、こんな感じでさ、なんか何年何年何年とか書いてあるんですよ。そう、2002年から2003年、2004年から2005年、2006年から2007年、2008年から2009年、2010年から2011年、2012年から2013年、2014年から2015年、2016年から2017年、2018年から2019年、2020年から2021年で、2022年からっていう歴代のシナモンが並んでおります。はい、ではこれは投票しようかな。まあ1番から11番まであるんですけど、まあちょっとまあ1、まあ古いものから番号を振ります。だから1番が2002年、2番2004年、3番2006年、4番2008年、5番2010年って感じでやっていくんで、まあこのぐらいのちょっとまあちょっとね
どの年代がっていうよりかはまあなんて言うんだろうか、まあそのこのぐらいの年代のが出るかなみたいな。10番まで1割で、まあ難しいからね、もうあんま年代とか考えず何番が出そうみたいな感じでいいですよ。投票開始。今投票してるのはこれから開けるシナモン、どのシナモンが出るでしょうかっていうやつです。あの古いものから順、2002年から2003年が1番、2004年から2005年が2番っていう感じで、どんどんあの数字が多くなるほど新しくなります。まあ私はねぶっちゃけ2002年から2007年ぐらいのシナモンが結構馴染みはあるんですけど、まあどのシナモンもね大体見たことあるからあれなんだけど、なんかやっぱ一応ねシナモン一応昔から知ってはいるからさ。そう、まあそうだね。どれが欲しいですかって言われたら難しいんだけど、2008年から2009年のこのモカちゃんがいるやつ可愛いからちょっと欲しいんだよな。まあ、でもどのシナモンが出ても私は万々歳ですね。だってもう2002年とか2002年あたりから2007年とかもううわー見たことあるめっちゃみたいな感じ。そう、うん、結構文房具持ってるのはやっぱ2004年から2000、まあ2002年から2007年ぐらいまでは文房具めっちゃ持ってるなっていう感じ。まあ私はねそのあたりをちょっと狙ってはいるんだけど、でも基本的にどのシナモンが出ても私は嬉しいです。はい、でもこう見るとやっぱ全然違うよね。そう、まあシナモンはどれが出てもグッド。じゃああと10秒で終わりますね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。これ時差があるからね、ちょっとまだカウントダウン途中だよルンバちゃんって言われても、一応私のとこではカウントダウンしました。そろそろ終わるね。はい、3番ってことは2006年から2007年が一番多いで、2004年から2005年、2002年から2003年っていう感じで、割と2000年前半、いや前後半もあったわ。あの、まあ、20周年の中では比較的前半のが出揃いました。2012年はそうね、私が小4の頃です。んー、じゃあ私も一応予想しとこ。まあ大体私こういうのはなんか2010年から2011年のが出そうかなって思います。じゃあ開けます。あ、開けるの下手、よいしょじゃあ行きますね、行きますねとか言ったけど、ちょっとじゃあ行きます。あ、もうこれここでさ、私開けるの下手っていうのがよくわかる。じゃあ行きます。3 2 1、ちゃんちゃちゃん、そしてちゃんちゃちゃん、お、これは2020年から2002、めっちゃ最近、でもめっちゃ可愛い。2020年から2021年のシナモンが出ました。めっちゃ可愛いじゃん。何、超可愛い。いやもうね、そうどれが当たってもシナモンなんよ。そうやけん、めっちゃ最近のが出たね。当たったよっていう方おめでとうございます。こんな感じです。あのブランコに乗ってる2020年シナモンと、あのケーキとケーキで やったーってなってる2021年シナモン、こちらが出ました。かわいい、ありがとうございます。ということで2020年から2021年予想された方おめでとうございます。
正解はだから9番です。9番はちょっとランクインしてませんでしたね。かわいい。ちょっとこれはちょっと後でか、こういうねアクスタのさあれってさ、あのこれさ、あのアクスタの部分さ外した後ってさ、みんなどうしてる？私一応残してるんだけどさ、残しててもさ、なんかうーん難しいなみたいな感じで思ってるんだよね。なのでちょっと昔のが当たったらよかったかなとは思ったんだけど、まあ、シナモンが当たったっていうか、シナモンしか出ないからあれなんだけど、まあまあまあいいんですよ、シナモンが可愛いから。そう、こちら990円、税込み990円なんで、シナモン好きな方とか好きじゃなくてもちょっと気になるっていう方はぜひ。残してる？残してる？ OK。 やっぱ残すよね。じゃあ次、こちらのハンターハンターのウェハースを開けていくんですけど、これはね全32種もあるんで、ちょっとねあの投票は難しいですそう、全32種なんでちょっと投票が難しい。あのなんか5種類あって、ノーマル、レア、スーパーレア、ハンターレア、ダブルハンターレアの5種類があって、でノーマル11種類、スーパーレアが6種類、レアが11種類、ハンターレアが2種類、ダブルハンターレアが2種類っていう感じです。メンツはゴン、キルア、クラピカ、レオリオ、ハンゾウ、トンパ、サトツ、ヒソカ、イルミ、戦慄、ネオンの11種類がノーマルで、クロロ、ヒソカ、ゴン、キルア、シルバー、ゼノがスーパーレアで、ノブナガ、フェイタン、マチ、フィンクス、シャルナーク、フランクリン、シズク、パクノダ、ボノレノフ、ウボーディン、コルトピっていう、あの現役旅団っていうあの組織があって、そのメンバーがレアで、クラピカとクロロがハンターレア、ゴンとキルワがダブルハンターレアということで、うん、頭がついていかないと思います。もうこれはね投票はしません、ちょっとありすぎるんで。まあレアがノーマル1枚、レアかスーパーレアかハンターレアかダブルハンターレアのどれか1枚が当たったらいいんだけど、まあ、私はだいたいこういうのでね、ヒソカかクロロが出るんですよ。もうねなんとなくね予想がついてしまってる。なんかそう、私毎回こういうのでさ割と人気なキャラが当たる。そう、割と人気で、私はあ人気で、まあ、来てくれて嬉しいんだけど、私の好きなキャラ別なんだよなっていうキャラが当たります。そうで、大体ハンターハンターだとクロロとかが当たる確率がちょっと高い気がする。まあ、じゃあちょっとこちらのクラピカとかクロロがいる方から開けていきたいと思います。もうちょっとね全32種はね多すぎそう、これは投票ができんからね。あ、じゃああれしよう、あれじゃあ投票で2択にします。ゴンが出るか出ないかっていう投票をします。ゴンが出ると思う人は1番、出ないと思う人は2番で、はい、投票開始。もう一個開けてるけど、ハンターハンターので私の好きなキャラゴンのシールが出ると思う人は1番、出ないと思う人は2番でお願いします。私はそう、一応ゴンが出ると思って買ったから、まあでもねちょっと言うと、まあ大体こういう時ってゴンは出ません、私の中で私なんか こういう時はねゴンはそんなに出ない。いやでもね、あのシンあのゴンを当てるというつもりで買いました、私は。そう、まあ、でもなんだかんだあれだわ、リアル脱出ゲームに行った時にガチャしたらすごい頑張った結果ゴン当たった5回目ぐらいで。そう、それじゃあそろそろ投票終了しますね。5、4、3、2、1、はい終了。出ない人が 62.4% です。はい、ありがとうございます。それじゃあ早速開けていきます。
上がウエハースで、シールどこ、はいはいはい、シールこれね。シールってこれあれかな、透明なタイプなのかな。あ、透明タイプ、透明タイプ、おそらく透明タイプ。それじゃあいきます。1人目はこちらです。え、緊張する緊張するんだよなこういうのって。じゃあいくよ、3、2、1、はい。お、フェイトンド。じゃあレアですね。レアは当たったよ。レアだよね、はい。え、フェイトンだよね。あ、フェイタンですね。こちらフェイタンが当たりました。幻影旅団です。じゃあちょっと待って、ウェハースはちゃんとしまうと。あ、すごい台紙が。ハンターハンターシールウェハースの次弾は2022年11月発売予定。ああ、もう第2弾決定してるんだ、ボリューム2。え、じゃあ次ビスケもしかして、わ、え、いる説あるよ。ビスケいる説ある。でもそんなこと言いながらちょっとウェハース。ウェハースはね、好きなんだけど、もう私最近お菓子を食べないからさ、そう、もう買ってからね、気づいた。やっば、私お菓子最近食べないじゃんって思って。しくったって思いながら。ウェハースください。うん、あげれるもんならあげたいわ。まあでもこのウェハースはきっと家族の元に、家族のお腹の中に行きます。ちゃんとね、ウェハースを保存して。フェイタンでしたね。あ、でもまた旅団が来そうな気がするな。いや、でも意外とネオンとか来そうだけ、来そうな気もするけどね。ネオンちゃん、そう、ネオンちゃんはね、まあでもあんま、クラピカっていうさ、あのキャラクターがいるんだけど、そのクラピカがまあお仕事をするんですけど、まあその仕事先のまあボス、ボス、ボスって言ったらちょっと難しいけど、まあボスの娘さんですね。もうボスの、あれ、ネオンちゃん自身がボスなんだっけ。でも一応お父さんも、あー、めっちゃウェハースの匂いが。まあ、一応なんかお父さんがそのファミリーみたいなのまとめてるけど、まあボスの娘さんがネオンちゃんで、ネオンちゃんはね、そう、あのネオンちゃんって占いやってるんですよ。そう、占いだったよね、あれ。うん、それでその占いって当たるからさ、もういろんな人が、もういろんなさ、もうマフィアの、まあそう、ボスってマフィアの娘さんなんですけど、そう、いろんなマフィアの人、あれマフィアの人がだっけ、まあでも本当にいろんな人がもうネオンちゃんに占ってもらおうと、もうね、でそれでめっちゃ有名なマフィアなんですよ。ノストラードだったよね。ちょ、マジでさ、あの、待って、めっちゃ開けるの下手。マジで、あのヨークシーンはあんまり私そんなに覚えてないんだよね。じゃあそんな話をしたとこで2枚目いきたいと思います。あー、緊張する。これでさすがにちょっとフェイタン以外が出てほしいなとは思うんですが、それじゃあいきますね。5、4、3、2、1、こちらです。あ、信長じゃん両旦那見事に両旦が出たよ笑っちゃったもん。ということでこれもレアですね。信長が当たりました。よかったね。全然良くないけど、2人、旅団、現役旅団の2人が揃いました。じゃあまずはちょっとウェハースを保存しますね。
あ、そう、芸旅団は結構人気ですよね。私はまあ、あの嫌いではないんだけどね、すごい好きってわけでもないんですよね。そうそう、私はね、あくまでもゴンが一番好きなキャラですね。その次、誰か好きなキャラあげろやって言ったら、まあビスケですね。ビスケ大好きなんだよ、本当に好き。まあ確かにそう、また義援旅団が出そうって言ったから信長が来て、あ、来てくれました、ありがとうございます。じゃあということで、このウェハースはね、ちゃんとした環境で保存するということで、こうやって入れました、ちゃんとあんまいないけどねいや、そんなことないかな。あ、こういうのでちゃんとウェハースもうすぐに食べないっていう人はそんないないと。じゃあということで、こちらのね2人が当たりました。でも私あんま周りで元旅団でフェイタンと信長好きだっていう人あんま見かけないんだよな。まあね、私信長結構好きだけどね。じゃあフェイタンは嫌いなんかって言われたら別にそういうことでもないんだけど、そう、フェイタン、はい、ということで全然予想がね当たりませんでした。クロロも出なければヒソカも出なかった。出たのは芸旅団のお二人でした。めっちゃウェハースの匂い。はい、ということで、まあ今日買ったものは以上になる。暑い、ちょっと暑いので冷房を入れたいと思います。よいしょ。あ、ちなみにね、あのさっき言ったそのランマ2分の1のペンケースは、筆箱って言ったけど、ペンケース、まあどっちも一緒か。あ、これですね。はい、これはあの2種類あって、あかねちゃんとシャンプーちゃんの2種類でした。そうで、あ、めっちゃ可愛いなって思ってね買いました。これはあかねちゃんの方ですね。シャンプーちゃんの方の柄も超可愛かったんだけど、まあ、今回はあかねちゃんにして、もう早速ね使ってます、筆箱。そうまあね、そう、私ねグッズもね使うものと使わないものがあるからさ、クリアファイルは比較的そんなに使わないかも。文房具は結構使う。まあね、筆箱とかペンケースってそんなに買えないからね。まあ汚れるのはやっぱちょっと嫌だなとは思うんですけど、そうそう、やっぱねちょっと買ったグッズってちょっと汚れると嫌だなとは思うんですけど、そう、なかなかね難しいところなんですよ。それも使うべきか使わないべきかって。サンリオのグッズはねもう使うために買ってますけど、そう、まあパソコンケースも使うつもりで買いましたけどね。そう、ね、難しいとこだよねそこって。はい、ということでグッズ開封終わったからね、ちょっとテロップを変えよう。雑談、雑談とは書いたけど何の話しようかね。何の話がいいですか。でもこの次のラインナップにビスケいたら、私はビスケが欲しい。うん、ビスケがめっちゃ欲しい。もうビスケ本当に好きなんだよ、大好きなのビスケ、本当に大好き。ダメだ、ちょっともうハンターハンターの話はねちょっと始めたらね止まらなくなるから、ね、ちょっと控えます。 でも何が言いたかって言ったって言いたかったかというと、私はあのビスケットクルーガーちゃんは
あの特にキメラント編が好きです。以上、もうそれだけを伝える。私はセーラームーンは映画は2作品ぐらい見たことある。でもただなんか私セーラームーンでこのキャラ好きなんですっていうのはそんなにないんだけど、私はセーラーヴィーナスのラブリーチェーンがめっちゃ好きだった。小さい頃からラブリーチェーンが好き。そう、まあでも確かにセーラームーン見てる？セーラームーンで好きなキャラは？っていう質問はよくいただきますね。そう、まああのまあテレビアニメもちょいちょい見たことはある。でまああのでも意外とセーラームーンってね、劇場版が割と怖いのよ。なんかそう、割と怖くてそう、結構あのやっぱ敵がね、なんか普通にちょっと怖いなのよね。そうね、まあうちのお姉ちゃんがちょうど世代ぐらいな、まあ世代的にはそのぐらいなのかなって思うけど、まああんまね、そう、うん、前も言ったけど私の中であんま昔とかはそんなに関係がないからね。でもまあセラムはちょいちょい見てたっていうぐらい、本当にそのぐらいですね。そう、青い髪色の子なんだっけ、マーキュリー。でも私あのちゃん本名はあんまり覚えてないんだよな。まあ本名マジで月のうさぎぐらいしかわからん誰だったっけ、待って、あのね、でもマモちゃんはあれじゃん、あの人じゃん。違う、マモちゃんじゃなくてジュピターの子の名前が思い出せない、忘れちゃったね。でもジュピターのブーツとか制服は好きだった。アミちゃんか。そう、あっていうくらい割とセーラームーンのことはねあんまり覚えてない、覚えてないじゃない、知らないっていうのか覚えてないっていうのか微妙なんですけど、覚えてない。そう、あとはマーズの靴とか好きだけどね、靴の話しかしてないけどね、どうしようあれマーズのあれは靴はピンヒールって言うのかな、赤のね、難しい。まあヒールのね、あの靴好きだけどね。でもそのジュピターのあのブーツみたいな感じの靴も好きだよ。靴の話しかしてないね本当に。でもあとはね、そうだな、でもセーラームーン、あでも私結構小さい頃はねプルート好きでした、あの杖が。であとプルートのあの変身するときに色がさ割とちょっと濃い、あの濃いちょっとピンク目の口の色になるじゃない、あれが結構好きでね、いいなって思ってました。もううちのお姉ちゃんがさセーラームーンで好きなキャラいて、だからそのキャラのを見つけた時にはな、たまに買ったりとかしますね。そう、セラムーンはこんな感じでございます。まあそう、私の中で一番昔の作品はもう鉄腕アトムですからね
だからもう私の中であんまり割と昔だよねっていう言われても、あそうなんだねってなる。そうですそうなんだねってなる。アトムはちょっと昔すぎるんですけど、アトムだけがね。だからそのアトムの他にもそのあたりの年代の作品見てましたよってわけじゃないからあれなんだけど、まあでも1980年代はそんなかな。まあでも1980年代1990年代とかは割と私の中で馴染みのある作品です。そう、まあ大体1990年代かな。でも言ってそう、まあそれか2000年前半ぐらいかな。本当にね、なんか不思議なのが、私アニメとかの話をするときだけ今はなんか2000年代ぐらいの気分でいるんですよ。だからなんか1990年とか、あーまあ5年ぐらい前かなみたいな感じで考えちゃったら、え？あれもう何年前？あ、もう20年前なんか、怖っ！っていう感じで、本当にそう、なんかね、ちょっとそのときだけちょっとね、考えがちょっとよくわからなくなってしまう。今は何年なんだってなっちゃう。なんかあんま、ああそっか、でも20年以上前なんか、そっかってなるんですよ。そう、小声。まあでもまあなんかそういう風に思えるのはやっぱ私はアニマックスという番組をもう小学生の頃、学校から帰ったらもう2時間ぐらいずっと見てましたから毎日っていうおかげですね。アニマックス結構昔のアニメも放送してくれたから、昔っていうか大体私が生まれる前のアニメを結構放送してくれたから、そういろいろ知れましたね。それめっちゃ言うやん。うん、覚えてない。なんだろうね。映画か。映画もあんま見に行ってないな。最後に見に行ったの、なんだろう。ウエストサイドストーリーか。結局コナン見に行かなかったけど、まだやってるのかな。でもさすがにケロロ軍曹じゃないと思うんだよな、小一の頃。それより前には絶対見てるんだよね。のだめカンタービラは後だったっていうか、あんまり覚えてない。シナモンの映画もいつだったっけな。シナモンの映画はケロロ軍曹よりも後だったような気が、いやそれより前だったような気もするけど、シナモンザムービーね。そう、シナモンの映画昔あったんですよ。なんかそう2作品同時上映の映画だったんですけど、覚えてないな。私ドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかあんま見なかったしさ。そう、やっぱそのぐらい、そこあたりなのかもしれん、初めて見た映画は。
でもあんまり覚えてないね。そう、ドラえもんは映画ね、映画館では1個だけ見たことある。なんつったっけ、未来どう、あの Perfume さんが主題歌だったやつだけ見たことあって、やつじゃない、主題歌だった作品だけ見たことあって、未来のミュージアムね、あの曲名は。初めて友達と行った映画は名探偵コナンの異次元のスナイパーですね。そう、中学1年生になって初めて一緒に友達だけで映画館に行って見ました、異次元のスナイパー、名探偵コナン。で、初めて一人で見た映画はハンターハンターのラストミッション。そう、まあ一人で見たって言っても一人で映画館にいたわけじゃないんだけど、午前中はお父さんとドラえもん見て、午後にお父さんは永遠のゼロ見て、私はハンターハンター見ました。そう、お父さんハンターハンター見るっつったら、いや僕はいいやって言ってたから、じゃあ別々で見ようかみたいな感じで、そう、初めて一人で見たのはそれだった。でも、もしかしたら案外一番初めに映画館で見た映画はケロロ軍曹かもしれないけどね。小学校1年生の頃に、あのなんか地域の子供会みたいなので行きました。アニメ映画に偏ってるね。うん、そうだね、私アニメーション映画以外見ません、基本的に。なんでかは知らんが、いやそうなんだよね、なんか、うん、気になるなーって思っても見に行かないね。逆にアニメ以外の映画見たことあるのって多分借りられてると思います。そうだから、のだめカンタービレは確か見て、まああと見たのってウエストサイドストーリーと、あ、まあちょっと大人になってから、なんかちょっと大人っていうか、ここ 1,2 年ぐらいで、なんか何だっけ、あの、まあ、ローマの休日、あ、ローマの休日は見て、あれ荒野の決闘だったっけな、ちょっと待って、あーってた、荒野の決闘見て、待って、他にもね絶対見たと思うんだけど、あ、でもそうだ、スパイダーマンは見たんですよ。そう、2作品3作品かスパイダーマンは見て、あとは、うん、でも本当に基本的にマジで私はアニメーション映画しか見ませんね。まあ、映画館にそんなに頻繁に行かないんですよね。だいたいもう自分の好きなアニメが劇場版でなんか放映されることになったら行くっていうことがほとんどでした。そう、でもあとなんか他にも見たような気がするんだけどな、見てないね。
みたいな気がするんだけどなって思ったけど。あーでもあれだ、鬼太郎の実写のやつ映画だったよね確か。は見た、テレビだけど。そう、なんか言うてプリキュアも映画見たのってイエスプリキュア5ぐらいだったしね。そう、なんかあのプリキュアオールスターズとかも見に行きたい見に行きたいと思ったけど結局行けなかったみたいな感じだったからね。そうなんですよ、なんかやっぱ映画の予告を見てさあこの作品気になるなっていうのはいっぱいあるんだけど、よし映画館に見に行こうってはあんまりならないんだよね。あでもあの大人になった僕とプーだっけ、あのプーさんの実写の割と最近ここ3、4年くらいの作品を見たし、あとくるみ割り人形、あのディズニーだったよねのくるみ割り人形のも見た。でもなんかお父さん他にも見せてくれたような気がしたんだけどな。覚えてないですね。でもそう小さい頃さプーさん見てた私からしたらほんとクリストファー・ロビンってめっちゃお兄さんだったんですよ。でも7歳だったんだ、7歳だっけ5歳だっけ7歳だっけどっちだっけっていう年齢にびっくりして、なんかもう本当になんか憧れのお兄さんみたいな感じだったからね。そう懐かしいなぁ。アニメ映画自分も結構好きだけど鬼滅だけは意地張っていかなかったな。結局鬼滅の映画始まるまでに鬼滅見ようかなって思ってたけど見なかった結局見なかったよね、結局見なかった。まあ今私はランマで忙しくはないけどランマなんで。5歳かクリストファー・ラビンはさすがにちょっと年齢まではあんまり覚えてなかったんだけど、ありがとう。他に最近アニメ版知ってる？どういうこと？まあでも私ぶっちゃけあんま最近のアニメ見ないんですよね。そう特に最近のアニメは漫画をもう読んでるから見ないってことが結構ある私の。まあ漫画を読んだことあるって言っても途中までがほとんどなんですけど、そうアプリとかで結構漫画読んでて、見ないってことがもう増えててね。そう
ジャジャウマにさせないでのね、もう歌詞がえらい可愛すぎて、もう私はね、って思ってさ、もう最初ね見た時にもう可愛い歌詞が良いってなった。そう、ベルも鳴らさずにそよ風のように胸のワンルームに住み着いた君なのっていう歌詞がめっちゃ好きで、なんかめっちゃ良くない？やばい。だってさ、もうそれってさ、つまりもうその子のことがもう、まあ、気になってるっていうか、もうそうじゃん、好きじゃんっていうのをその歌詞で表現するって、って思って、めっちゃいい歌詞って思って、本当に。そうだからふとした瞬間にあってなったんだろうなっていうか、そう、なんかね、もうね、めっちゃその歌詞好きで、いやーやばーみたいな、語彙力をなくすんですけど、本当に結構それは最初見た時に私はビビりました。歌詞が良すぎて。そう、っていうね感じですよ。そう、まあ、でもなんか言うて映画もね、割とその劇場版ばっかりだからさ、そう、劇場版ばっかだから、なんか普通のなんかアニメーション映画っていうのもそんなに見ないんだよね。そう、なんかあのジブリとかさ、まあ、ディズニーは最近ちょっとちょくちょく見るようになったんだけど、そう、そうだ、そういえばあの昨日劇場公演で劇場に行ったので、あのお手紙とプレゼントありがとうございました。そう、お手紙読みました。まあ、いつ頃の子は分かんないけど、すごい最新のだなっていうのは多分まだですね、おそらく。そう、でも私絶対アニメーション映画以外で
普通の映画なんか他にも見たような気がするんだけど、あれだ、北京バイオリン、めっちゃ小さい頃だけど見たの。北京バイオリンだったよね。これでドラマだったらあれだけど、多分北京バイオリンはそうだったはず。ドラマだったわ。え、ドラマ？いやでも映画だわ。よかった。そう、一応映画北京バイオリン日本版劇場予告があるから多分これだと思う。映画北京バイオリン、でもあんま覚えてないからまた見たいんだよね。でも絶対他にも見たと思うんだけどね、ちょっと思い出せないね。そう、あんまね、その漫画とかアニメの実写映画は見ないからさ。そう、そうね、ないね。よいしょっと。あ、でもあのミスター・ビーンズだっけ、それはなんか学校で見たのと、あれだ、やば、あれだ、バック・トゥ・ザ・フューチャーも見ました、重量で。そう、あとは見てないか。でもそんな感じだった気がする。でもなんかもうちょっと考えたらね、ポンポン浮かびそうですけどね、ちょっとわからない。あ、でもあれは見た、万引き家族は見ました。うん、でもあと何見たかな、意外と見てたね。あんま映画館で見たことないんだよね。映画館に行って見るのはもうアニメーション映画でしたね、基本的には。でもマジで今年のコナンの結局行かなかったな。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で。あ、でも意外とやっぱなんか高校生の頃になんか授業で見たっていうのが多かったかな。まあとか、あとはその結構コロナが流行り始めの頃になんか毎週何曜日は家族で映画見ようみたいな感じで、だいたいお父さんがなんか持ってきてくれたので、割とそういう映画は見てました。そうそう、なんか謎にバックトゥーザフューチャーを映画で見るっていうね、なんでって思ったんやけど、違う、映画でじゃない、バックトゥーザフューチャーを重量で見るっていうのはなんでって思ったんですけど、そう、はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきますね。13位から、13位はまゆさん、12位川端慎二さん、11位アーティーさん、10位飯田裕之さん、9位るいちゃん、
8位マモさん、7位ロミツさん、6位夏目さん、5位ブケニャンさん、4位ナナタさん、3位 TK つけじさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさーい。またね、おやすみー。